あらあら、お久しぶりです。シンプルに全ては自分を成長させてくれるために起こっていて、何かしらが成長なんてしたくないんですけど別にっていう人もいると思うけど、でもなんか成長していかなきゃいけない、最終的にそういう仕組みだと思うんですよね。どんなに遅くても、どんだけ後ろ下がったりしようとも、なんだかんだで成長していかなきゃいけないゲームなんだよっていうことが、もう僕の考え方の前提としてあるんで、これは僕のコンサートではありません。これはみんなのコンサートです。